いつは貝アワビか。海の珍味が揃ってるな。光秀殿が全てご手配されたのですか。素晴らしいですね。ええ、皆々様のお口を楽しませるように入念に準備してまいりました。お酒の方はいかがですか。深く澄み渡る味わい、おいしゅうございます。うん、光秀、褒めて使わす。乱も今宵ばかりは存分に楽しむがいい。いえ、俺は後で結構です。贅を尽くした珍味に滅多に味わえぬ名酒、極楽も格やと思うほどの宴ですな。久方ぶりの宴に心が弾みまする。身分を問わず座についた者は皆上機嫌。この宴での計り事など誰も想像していない。うん、どうした桔梗。あ、いえ。本当ですね、まるで勇気のようだ。大丈夫かい桔梗。君、このところ体の調子が思わしくなかっただろう。風に当たって冷えてもいけない。部屋に下がっておいで。蛍が出たら知らせてあげるから。そうするがいい。ほら桔梗、信長様もこうおっしゃってくださっている。行きなさい。申し訳ございません。それでは少しだけ失礼して。ああ、どうしたんだいお姫さんは。気分が優れないらしく少し中座させてもらいました。うん、心配ですね。蛍が出るまでに戻っていらっしゃればいいんですが。すぐに治ると思いますので、どうかお気になさらずに。皆様、禅の続きを。宴はまだまだこれからですから。抜け出すのはうまくいった。でもやるしかないと分かっていても鼓動が止まらない。もうアイスが来てしまうのに。心を落ち着けよう。今まで修行でしてきたように呼吸を整えて。迷いやためらい、恐怖、雑念をすべて捨てて集中しなくては。信行様の謀反を止めなさい。何としても信行様の魔の手から信長様をお守りするんだ。そう、私の任務は今宵光秀殿の本当の望みを叶えること。では皆、時期に明かりも落ちる。ひととき静寂を待て。明かりがすべて消えたとき、私が取るべき行動は、やるしかない。絶対に失敗は許されない。信長様の天下のためにも、私を信じてくださった光秀殿のためにも。簡単だよ。信長様の天下のため、私の命ずるがまま動きなさい。光秀殿の命令とは。君の動きはそう変わらない。屋根から宴の席に向かって苦内を投げてもらう。え？けれどその苦内が貫くは信長様ではなく信行様。蛍が放たれると同時に信長様を撃とうとする信行様を君の苦内で止めるんだ。どういうことですか。つまり信行様が信長様に切りかかることになっていると。ああ、信行様を説得したんだよ。説得？そう難しくないことだったよ。少しお願いしただけだ。暗殺の後、織田家の当主に信行様を立て、我が明智の軍勢が蜂起する。そうすれば信長様の功績をそっくりいただいて、信行様が天下を統一できる。
ただし明智の軍勢を動かすのは謀反心を疑われかねない危険な行為。その危険を承知でこの度の計画を実行に移すにはそれなりの覚悟を見せてほしいとね。なるほど。いいかい、信行様の範囲が明らかになるまたとない抗議、絶対に失敗は許されない。光秀殿、信頼には必ずお答えします。顔がこわばっているぞ。お前の主もとんだ食わせ者だな。範囲があるように見せておきながらその実守ろうとしていたと。師匠、蛍が放たれると同時に信長を討とうとする信行をお前が区内で止めるだったか。なぜ師匠がそのことを。まさか光秀殿との話を聞かれていた。そんな人の気配はなかったのに。観衆の前で信行の範囲を披露するうってつけの馬かもしれない。信行に光秀がくの一を使って策を講じていることを伝え刀を抜かないよう言っておいた。今宵死ぬ。師匠、それは区内ですか。光秀殿、そんな師匠の区内から信長様を守るために。光秀殿、いや大丈夫、お命に別状はない様子。でもお怪我を。いい動きをするものだ。お前の主は大した役者だな。あれほどの忠誠心を持ちながら隠し通していたのだが、だがそれもここまでだ。次こそ信長には消えてもらう。させません。師匠が主のため信長様を殺めるというなら、私は私の主のため信長様を守りしてみせます。お前が俺にかなうとね。こうなった以上は何としても信長様をお守りしなくては。かなわなくても止めることなら。さすが師匠、一振りが重い。そこをどけ蛍。どきません。たとえ師匠といえど絶対に負けられない。師匠は確実に信長様を。あそこだ、あの屋根の上に人影が。おい、ちここまでか。蛍、お前も見つかる前早くここを去れ。師匠、いやそれよりもこの事態をどうすれば。光秀殿の命に従い信行様の謀反を暴くはずだったのに、こんなことになるなんて。光秀殿、怪我の具合は大丈夫なの？ちゃんと薬師の手当てを受けてくださるだろうか。光秀殿は私をどう思いになっただろう。光秀殿の信頼を裏切った私を。えい、獲物はまだ見つからんのか。
この様子なら二の丸邸までは無事に戻れそうけれど、戻ってどうするの。光秀殿の信頼を裏切ったまま妹姫として何食わぬ顔でお会いして言い訳を述べると、そんなことできない。私を光秀殿の忍び、信頼を失ってもやっぱり私は光秀殿のお役に立ちたい。どうしたらいい。信長様をお守りするには、信行様の企みを暴くためには。いたぞ、あの者を捕らえよ。そうだ、ここで捕まればきっと。もう逃げられないぞ。信長様を狙った不届き者め、貴様の主の名を吐け。光秀殿、どうかこれで。何でもお話ししますので、どうかお許しを。私の主は。まだか。早くクスシを呼ばぬか。光秀様、どうかもうしばしお待ちを。すぐにクスシが参りますゆえ。光秀、飼い犬に手を噛まれたか。そのようですね。犬ではなく小鳥ですが。小鳥とな。はい、主の言うことを全く聞かない困った小鳥です。大丈夫ですか光秀殿。ああ、無理して起き上がらないで。兄上を守ってくださって本当にありがとうございます。後ほど詳しくお話を聞かせてくださいね。ええ、そのように。信長様、光秀殿、人影を見た建物付近で忍びを捕らえました。こたびの騒ぎの下手人かと。そう、そのくせ者は巻物を持っているはず。獲物と共に探して取り上げなさい。巻物ですか。承知しました。では牢へ入れる前に調べておきましょう。はっ。牢？すぐに切らなかったのですか。それが妙なことを言っていたので、ひとまず牢へ連れて行くようにと指示いたしました。妙なこと。はい、主の名を教えるようにと迫ったところ、織田信行様だと。な、言いがかりもいいところだ。まさかそのようなざれ言を真に受けてはいませんよね。まことという確証もないが、嘘だという確証もない。兄上。信行様、真実とは思えませんが、念のためということで捕らえることにしたのです。異彩は後ほどじっくりと。そんなことをせずに忍びなどさっさと切ってしまえばいい。兄上を殺そうとしたのですよ。だがそのものは貴様の差し金だと言っている。僕はそんな女など知らない。女ですか。光秀殿、その忍びのことをよくご存知のようですね。忍びの女だと蘭丸は一言も言っていないのに。あ、信行様、まさか。くせ者と共に、こやつも捕らえておけ。話は今日から戻り次第じっくりと聞かせてもらう。はっ。お待ちください、兄上。信行様、どうかこちらへ。兄上。自ら尻尾を出すとは愚かなやつよ。信長様がうまく聞き出してくださったからです。私も困った小鳥から詳しく話を。アホ、まだ血も止まっておらんのに動き回るな。貴様の小鳥は囚われの身。貴様がその背中の傷の落とし前をつけるまで牢の中よ。おとなしくしろ。
光秀殿がおっしゃっていた巻物というのはこれか。預からせてもらうぞ。言っておくが妙な真似はするなよ。逃げようとしても無駄だ。牢の出入り口は厳重に警備している。開門。信長様のご出立。牢に入れられてからだいぶ経った。信長様はもう京へ出立されたのだろうか。静かだな。今のところ外に動きはない。信行様はどうなったのだろう。光秀殿のことだ。うまくやってくださったとは思うけれど。光秀殿、私に失望されているだろうな。信長様を守るよう言われたのに、私は師匠に話を聞かれ、苦悩も止められず。光秀殿、ごめんなさい。師匠の苦悩を受けたのだもの。傷は浅くはないはず。今度こそ福寿司の手当てを受け、ご養生なさっていますよ。この足音。おやおや、いい姿だね。囚われ翼をもがれた小鳥ってところかな。鳥になったら南蛮の鳥籠に入れてめでてあげようか。光秀殿、よかった、ご無事で。君もね。あ、お怪我の具合はどうなのですか。そのように歩き回れる状態ではないのでは。まさかまた無理よ。しているに決まっているよ。誰かさんが投げた苦悩に深く切り裂かれたからね。おや、どうして君がそんな顔をするのかな。唇を開くのを許可してあげる。心の内を隠さず私に全て話しなさい。どうして私の命に背いたのか。なぜ囚われるような真似をしたのか、すべてね。それはダメ。師匠のことは言えない。師匠は信行様の忍びとして信長様の命を狙ってきた。囚われたら命はない。その沈黙が意味するところは、君が従いたい主は結局私ではなかったということかな。これでも君のことは少しは信頼していたのだけれどね。やはり誰かを信じるのは私には向いていないようだ。今回も礼にたがわず一人でやるべきだったか。光秀殿。ではね、桔梗、信長様を狙った理由は兵の者にきちんと答えるように。いや、桔梗ではないか。彼女はこの騒ぎに胸を痛めて坂本へと帰ったことにするからね。そんな、いや、これでもう光秀殿と会えなくなるのは。お待ちください、光秀殿。策を失敗したことは謝罪いたします。ですがこれだけは信じてください。私は決して光秀殿を裏切ったりなどしません。そう、でも口ではどうとでも言えると思わないかい。そうかもしれません。でもそれでも言葉で伝えるしかできないのです。私は光秀殿がどれほど信長様の天下を望まれているか誰よりも知っている。そう思っています。だからこそ私は光秀殿のご信頼を裏切ったりはしない。私の主は
光秀殿お一人なのですから。出過ぎたことを申しましてすみません。あの苦内は君以外の誰が投げたというのかな。それは言えないか。君がそこまでかばうのなら、その人物は君の大切な人なのだろう。主である、私よりもね。いっそ君の唇に触れてしまえばいいのかな。そうすれば君はその人物よりも私を選ぶかもしれない。触れたくばどうぞ。卑怯。触れても触れなくても私の心に変わりはありません。その方は大切ではありますが、主ではありませんから。私の主は光秀殿お一人、下心はありません。そう、本当に困った子だね君は。求める時には唇を開かないくせに、求めない時に限って開くのだから。卑怯、君の事情は大体わかったけど、このままでは私たちの大切な夢が、信長様が危ない。光秀殿、君が私を主として大事に思うように、私も信長様が主が大事だ。だから頼むよ、あの夜君に私の望みを教えたように、君の隠していることも私に教えてもらえないかい。君の大切な人は悪いようにはしない。私を信じてほしい。いや、君なら信じてくれるね。光秀殿、光秀殿がここまで言ってくださるなんて、それだけ信長様を守りたくて必死なんだ。師匠ごめんなさい、私は忍びの任務より大切なものができてしまいました。信長様とみんなの夢、光秀殿の信頼、この二つを守りたいのです。師匠、私の主は立派な方です。どうか信じてください。光秀殿、苦難を投げたのは私と同じ里の忍びです。私にとって大恩のあるお方で、信行様に雇われ信長様のお命を狙っています。そう、よく言ってくれたね。これで信長様の恩義をお守りできる。ほら出ておいで、私の後についてきてごらん。光秀殿、よかった、私を信じてくれた。ふん。光秀殿、義理がたい君のことだ。よく忍びのことを教えてくれたね。ご褒美をあげる。それはありがとうございます。もうこの手には戻ってこないかと。あの、褒美の法要だよ。光秀殿、こんな時に何のつもりですか。もう忍法帳を返してください。おやおや、釣れないね。けれどその顔に免じて許してあげようかな。光秀殿、お戯れはおやめください。誰が戯れだと。光秀殿、この足音は。光秀様、たった今信行様の姿が牢から消えて、少し目を離した隙に。そんな
きっと師匠が逃がしたんだ。光秀殿、急ぎましょう。きっと向かった先は、あ、それよりも先に信行様を探した方が。私の小鳥、さえずる暇はないから、今は黙って私の命令に従って、私を信じて。光秀殿。はい、仰せの通りに。これは光秀殿の軍ですか？こんなに大勢、わずかな時間でよく手配できましたね。さえずる暇はないと言ったはずだよ。まずは本能寺だ。精鋭のみで先行する。はい。信行様は本能寺の一室に信長様がいると信じて、あやめに来るはず。そこを今度こそ捕らえる。信長様は別所に身を隠してもらう。君が小鳥となって、誰よりも早く信長様にお伝えしなさい。信行様に知られないよう場所を移ってほしいと。つまり信行様の軍はもぬけの殻である本能寺に攻め込むことになるね。卑怯、最後の任務だよ。受けてくれるね？はい、命じてくださるなら何なりと。うい、ことを言うね。礼は後で、たくさん可愛がってあげる。今は己が務めを果たす時。敵は本能寺にあり。